閉店ちゃんです。本日は新潟県長岡市にありますスロットタップ長岡インター店さんにお邪魔しております。はい、こちらのお店なんですけれども、私自身来るのは3回目、そして今日で3ヶ月連続でお邪魔していることになるんですけれども、初回初めてお邪魔した時はちょっと残念ながら当たらずだったんですけれども、前回お邪魔した時に見事プラスで終えることができましたので、今日もぜひともねボーナスを引いてしっかり勝って終わりたいなと思っております。で、まあ、いつものことなんですけれども、閉店時間ギリギリでお邪魔しているので、早速店内に入って台を選んでいきたいと思います。入店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 、やってまいりました、スロットザップ長岡インター店さん。早速店内の方見ていきたいんですけれども、その前に見てザップさんのキャラクターザッピーが結構キラキラで、ここかわいいの。私ここ3回目なんですけど、お邪魔するのがこっちの入り口からね入るの実は初めてで、あ、すげえ、いっぱいいっぱいザッピーいる、いっぱいザッピーいるけどザッピーのプロフィールとかも書いてありますよ。さすがにね、ちょっとね、いつもあっちから入っても早々にジャグラーコーナーを覗いていたんですけれども、ちょっと待って、なんかすごい方がいるんだけど。6300。いや、だって増えてるからもうわからない。いっぱい6000枚ちょっとでもこれがこの今のマギカラッシュが1駅で3000枚なので、その前に結構出されてるってことですよね。いや、さすがに AT 機とかはね、なかなかこのお時間だと残っている方が少ないんですけれども、もちろんジャグラー覗くつもりなんですけれども、あ、でもなんかいつもよりさ、アクロス、ちょっと待ったアクロスがね、いつもよりお客様が残ってるんですけど、いつも結構このコーナーね、やめられてしまっている方とかが多い中で、今日はかなりいつもよりもなぜかバーサスがすごいいっぱい。一応藤子もこちら1262枚、25の14、まあ、多分朝一からね、あんまこの辺とか回されてるイメージがいつもないので、そうやって考えると結構いいのかな。ジャグラーコーナーやってまいりました。ジャグラーコーナーが41の27、126分の1、38の41、112分の1、30の25、130分の1、はちょっとね、6かどうかっていうとまた微妙なところだと思うんですけど、でも上は上だと思うんですよね。あとこの辺も32の24、128分の1。いやー、これちょっとね、実は私今日ここに来るまでは前回も前々回もマイジャグ3を打ってるので、それじゃない機種を打とうかなと思ってやってきたんですけれども、いや、これにしよう。閉店ちゃんのそもそものところから行くと、これは多分打つべきだろうということで、これ総回転数が見たいですね。総回転数、本日8878回転、ビッグ38回、レギュラー41回、こちらの、マイジャグラー3、こちらを今日は打っていきたいと思います。はい、というわけでただいまのお時間が22時34分、閉店11分前となっております。というわけで、まあ、ちょっと1分早いけど、いつも1分早いけどって言いながら打ち出しちゃうので気にしない。本日もよろしくお願いいたします。いや、今日実は来るまではマイジャグ3じゃない機種を打とうかなと思ってきたんです。なぜならば前々回前回
ともにマイジャグラー3を打っているから、今日は違うやつを打とうかなと。まあ、ジャグラーにしても違うジャグラーを打とうかな。なんだったらあの違うなアクロスとかのねノーマルタイプでもいいなぐらいで来たんですけれども、112分の1のレギュラー選考台が空いていると。そう、最初はマイジャグ3じゃないのと思ってたのに、この台が空いてるのであればちょっとこの台でしょってなっちゃったんですよね。というのもまあ最初そもそもね、閉店くんが、まあ、閉店くんとか閉店ちゃんとかって、要は閉店前だったらいい台が空いているでしょっていう、そこから始まったものなので、まあ、こういう台が空いてるんだったらそれに座るべきなんだろうと思ってしまったんだけど、私大丈夫かな、今日データに騙されてない？いや、なんかねちょっと最近不安なんだよな。今までその閉店ちゃんであんまり光らなかったことがないから、今までそんなにいろんな不安とか実はそこ言うほどそんなになかったんだけど、まあしばらく閉店ちゃんやってなくて、で前々回か全く光らないっていう、そんなことがあったのでちょっと不安だよねっていうことで追加投資です。まあでも前回光ったからな、そのノリで今日も光ればいいな、大丈夫だと思うんだよな。ただね、仮に設定が良くてもね、その時の私の引きが関わってくるから、今日は大丈夫かな私の人間設定は。なんならさ、多分光らない動画がさ一番つまらないじゃない多分言ってしまえば自分で言うのもなんだけどさ、だからちょっと何とかして光らせないといけないなっていうあの気持ちはあるんです。すごいそれはいつもあるのなんだけどね、やっぱ思ったように光らないのがパチスロなんだよな。いや、なんか前回さ、あのデータに惑わされてないみたいなことをすごいね言ったの。データに私騙されてないかなみたいなことをすごい言って、まあでも結果前々回そんなことを言って光んなくて、前回それで光ってるから今回はちょっとデータ重視で言ったんだけれども、今のところ光る兆しはゼロ。たまにね思うんです、あの私いつもこれチェリー、まあたまにマイジャグとかだったら、まあ、逆押ししますけど、なんかチェリーとか取らない方がこれ光るんじゃないかなとかたまに思うんですよね。いや多分そんなことはないんだろうけどさ、なんかそんな気がしちゃうんだ。多分絶対にそれね、あの普通にチェリー狙いとかの子役をちゃんと取って打ってる人は多分一回は思ったことあると思う。なんか言ってるな。5分前というわけでスロットザップ長岡インター店さんでビッグ&ピース。スロットザップ長岡インター店さん、素敵なお店です、ありがとうございます。やったね。いや、あのね、色が変わる瞬間本当に嬉しい。いや、光る気がしないとか言ってたけれども、いいんですいいんです、光ったから。この台が光らないわけないじゃない。はい、というわけで頑張って1ゲーム連をさせたいと思います。えいしないよね。
あとはもう回すだけ、残りの時間で回して光らすだけ。これね、意外とあの閉店のアナウンスがね聞こえづらいんですけど、これ聞こえたね。ただいまのお時間をって言ったよね。これ聞こえたね一応先っぺかはなしなんですけど、揃ってしまえ。というわけで残念ながら、遊戯終了時刻が来たということで、これをちょっと流したいと思います。でここパーソナルなんですよ。はい、というわけで、拡大係数なのでこれ係数押したいと思います。今頑張ってる、今すごい頑張ってる。はい、大体皆さん多分もう分かると思います。あれ、ビッグ終わってからね全然回せてないの。てか時間が結構ギリギリだったの。はい、というわけで獲得枚数は294枚です。はい、実践終了。本日スロットザップ長岡インター店さんでの閉店ちゃん、前回前々回同様マイジャグラー3をさせていただきました。そして結果じゃん、投資が150枚、獲得枚数が294枚ということで144枚のプラスです。やったね。はい、実はですね、今日さっきも実践中にこちらの撮影中に言ったんですけれども、前回前々回でマイジャグ3を打っていたので、今日はちょっとマイジャグ3じゃないのを打とうかななんて思ってたんですけれども、あんな素晴らしいデータの台がね空いていたんであれば、それを打ちたくなってしまうのがスロッターの差がなんです。というわけで、まあ、3回連続でマイジャグラー3を打たせていただいて、前回も勝たせていただきましたし、今日も無事に勝つことができたので、また実はね、あの来月あと再来月もこちらのスロットザップ長岡インター店さん、デデンちゃんでお邪魔する予定となっているので、その時も勝てればいいなーなんて思っております。そして今日も実はこちらのザップに借りちゃいました。前回もあの来てくださった方が貸してくださったんですけど、今日も借りました。ザップ行こうか、ザップ行こうかはい、というわけで本日実践撮影をさせていただきました。スロットザップ長岡インター店さんなんですけれども、こちらのお店の情報は、まあ、前回の動画でもちょっとお伝えしたんですけれども、皆さんに LINE で配信をしております。 LINE の登録がまだという方は、まあ、LINE やってる方であれば簡単に多分友達登録できるかと思いますので、ぜひこちらのスロットザップ長岡インター店さん友達登録して、こちらの情報をぜひゲットしてください。で今日もなかなかのいいデータの台がちょっと空いてきたりとかもしたので、多分あの朝からがっつり分回してたらね、あのいい感じの波になったんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、そういう台が、まあ、幸い今日も空いていたので、次回も空いてたら嬉しいななんて思ってるんですけど、まあ、そんな甘くないかなまあでも次回も勝てるように頑張りますので、皆さん次回も楽しみにしていてください。というわけで本日は7個がお送りしました。皆さんまたね、バイバイ。